順路はこっちでいいのか。あ、すごいガラス張りになってる。あ、すごい。あ、こうやって働いてるんだ。いや、こっちから見られてるの分かってんのかな。すごい。あ、こういうふうに一つ一つ作業やってんのか。いや、いいな。いや、勉強になる。はあ、勉強になる。お菓子劇場。一つ一つを丁寧に、なんだこれ、気持ちを込めて作るのさ。そこにまあまあ悪い人が来てつまみ食い。だって美味しいから。え、じゃあしょうがないか。土壌のご主人もあっきれ顔。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんだこれ。あ、これか。え、ミニシアターをこうやってんのね。あ、お子さんとか来た時にこう見るように飽きないようにってことか。いや、え、刻みすぎじゃない？ 1 分おき？そしたらもうすぐ流れちゃう。お菓子劇場。え、一つ一つを丁寧に、気持ちを込めて作るのさ、うん、そこにまあまあ悪い人が来てつまみ食い。だって美味しいから、うん、じゃあしょうがないか、うん、土壌のご主人もあっきれ顔。なんだこれ。土壌もそんなにここ名産とかじゃないもんな。なんで急に土壌出てくんだろう。え、てかこれだったらもう1分おきに流れますって書いとけばいいのにな。なんでこんな律儀に全部細かく細かく、こんな何回やってずっと1分おきにやってるってことね。お菓子劇場。いや、もうすごい。いや、でもこれお子さんとかいたら絶対飽きなくていいわ。これここでこう見るってことをね。いや、いや、ちょっとここで休憩できる。なるほどな。そこにまあまあ悪い人が来てつまみ食い。許しちゃう。だって美味しいから、うん、じゃあしょうがないか。しょうがないんだな。なんで土壌なんだってことだね。カッパの親分。あれ土壌じゃないの？え？同じのループじゃないのこれ？え？え？今のレアだったんじゃないの？あれ？怖い怖い怖い。ひょっとしてどうしよう？え？え？お菓子劇場。一日に一回しかカッパ出ないとかだったらどうしよう？え？一つ一つを丁寧に、気持ちを込めて作るのさ。まあまあ悪い人が来ちゃうんだよね。そこにまあまあ。誰だ、誰が許したんだこれ、入れたの。もう。もう。だって美味しいから。美味しいから。じゃあしょうがないか。さあどうする、カッパ。カッパ来てよ、カッパ。土壌の。土壌か。土壌か。じゃあレアだったんだよ。カッパの貝がレアだったんだ。うわー、見逃した。なんとなく見ちゃったよ今の。しっかり見るべきだった。うわー、じゃあ基本土壌だわ。基本土壌が続いてレア。もしかしたら一日一回しか流れないパターン。お菓子劇場。いや、すごい頻度だな。ちょっと待って。え。どうな、あ、携帯で調べればいいのか。一つ一つを丁寧に、カッパが出る、確率ってこと？お菓子劇場の。どういうこと？そこにカッパの親分が来てつまみ食い。え、え、だって美味しいから。じゃあしょうがないか。え、土壌のご主人もあっきれ顔。全然違った。え、こんなバージョンもあんの？全然違う。え、あー、どうしよう、どういうか、やばい、感情がちょっと分かった。え、携帯で調べればいいのか。ここのなんか来た人の感想とかそういうのに載ってるかもしれない。よし、お菓子劇場ね。お菓子劇場の、お菓子劇場、カッパが出る、タイミングってこと。もうでも目が離せないよな。一つ一つを丁寧に、どっちだ、気持ちを込めて作るのさ。ここだよ、ここ、ここ、ここは、そこに見たことある、見たことある、全然見たことある。つまみ食い、はいはいはい。だって美味しいから。はい、じゃあしょうがないか。許しちゃう。どっちどっち？カッパカッパ？土壌か。綺麗顔。土壌か。いや、俺これギャンブルやんないけど、ギャンブルやる人の気持ち分かったわ。一回出ちゃうと、もうちょっと次がもう一回いい思いがあるから、あれ見ないともう帰れない。いや、土壌のまんまじゃ帰れないよこれ。どんな形でもいいからカッパが出ないと帰れないよこれは。いや、どうするこれ今日。え、あら、え、人が今日も行く、え、え、田んぼの中を今日も行く、え、え、そこ
今年梅雨短くないか。そんな年もあるだろう。え、カエルの朝もあっきれ顔。うわ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 、すごい。あ、もうおかしなこと一個も言ってない。え、うわ、ムービーで押さえればよかった。うわ、今初めて見た子供はどう思うんだろう。あー怖い。でも相当すごい、今の相当レア。もうこれ以上もう待たねえ。お前、お菓子劇場、あ、もう見ればいい、もう見ればいい。もうすごい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 。一つ一つを手なり。何それ、歌い方変えてきた。もうこっから離れらんないよ。悪い人が来てつまみどりしてんだよな。